眠気覚ましに入れたコーヒーがいつの間にかブロッドに変わってました。バニャ、どうもトロです。これまでの物語でリドル、レオナ、アーシェン・グロッド、ジャミル、ビル様がオーバーブロッドしてきましたが、とある共通点のもとオーバーブロッドしているのはご存知でしょうか。今更すぎる話なので、すでに気づいている人は多いと思いますが、今回はオバブロのとある共通点に関してプチ考察していきます。それでは早速見ていきましょう。オーバーブロッドのお話をする前に、まずはツイステの世界で崇拝されているディズニーヴィランズ、グレートセブンの共通点についてお話しします。公式ガイド設定資料集のトボソヤナ天帝のインタビューでも語られていますが、ディズニーヴィランズの多くは譲れない願いや信念などを持っており、それらに固執してしまったせいで暴走して主人公を脅かす悪ヴィランとなってしまいます。そんなディズニーヴィランズの中からグレートセブンに選ばれている方々もそれぞれ固執しているものがあります。ハートの女王はわがまま自己中心的で自分が正しいという信念を持っており、スカー様、アースラ、ジャファー、ハデス様はそれぞれ王や支配者になりたいという野望があり、女王イービルクイーンは世界で一番美しくありたいと美に固執しています。唯一マレフィセントだけは難しいところですが、全ての悪の支配者と自称していることから、悪であることや絶大な魔法力に固執しているのではないかと思います。このようにグレートセブンに選ばれた方々は何かしら固執しているものがあります。形は違えど何かしらの頂点になりたい、トップを維持したいという共通点があるのも面白いですね。これを前提にリトルたちがオーバーブロッドする直前の行動を振り返ってみると、オバブロにもとある共通点が見えてきます。それは次の章でお話しします。オバブロの共通点について、リドルは少し分かりにくいのでレオナのオバブロで説明します。まずはオバブロまでの経緯をざっくり振り返っていきましょう。両対抗マジフト大会で2年連続マレウス率いるディアソムニアに初戦敗退のサバナクロー。今年もディアソムニアが優勝すればマレウスが殿堂入りすることが決定し、雪辱を晴らし世間からの評価を回復するためには今回の大会が最後のチャンス。レオナはラギーに命令して優秀な生徒を次々と襲わせ怪我を負わせていき、大会当日には観客の群れを操りディアソムニアのチームを潰して確実に優勝、王の座を手に入れようと企てます。しかし裏で動いていた監督生、ジャック、リドルたちに阻止され、計画は失敗。イラつきを隠せないレオナはユニーク魔法を使用し、最終的にはオーバーブロッドしてしまいました。はい、レオナのオバブロまでの経緯はざっとこんな感じですが、観客の群れを操りマジフト大会の王者マレウスを潰そうとしたシーンはインスパイア元映画ライオンキングでスカー様がプライドランドの王ムファサを暴走したヌーの大群の中に落として命を奪ったシーンのオマージュですが、スカー様は王の命を奪うことで自身が次の王となり己の野望を叶えました。一方レオナはマレウスに怪我を負わすことができず、あと一歩のところで計画が失敗してしまい、マジフト大会で優勝、王になる野望は叶いませんでした。ここがオーバーブロッドの共通点です。元となったヴィランズが固執しているものがねじ曲がるとき、大きな負の感情が生まれ最もストレスを感じるのではないかと考えます。その状態で魔法を使うとブロッドの排出量が増加することが6章にて明らかになっていますね。これはディズニー映画を静止とした場合、静止がねじ曲がるときオーバーブロッドするとも捉えることができます。契約を守れなかったアリエルと引き換えにトリトン王への恨みを晴らし海の支配者になったアースラと、目的達成を目前に契約書を素直にされてしまい、いじめてきた人たちを見返すことができなくなったアズール君、ランプの魔人に命令して国の支配者になったジャファーと、ランプの魔人のように言いなりとなったアズールから学園長の秘密を掴んでスカラビアの領長になろうとしたが、本当は洗脳が効いておらず計画が失敗したジャミル、世界で一番美しい白雪姫に毒リングを食べさせて世界一美しい存在となったイービルクイーンと、 VDC でネージュに呪いをかけたリンゴジュースを飲ませようとしたがルーク、カリムたちに阻止されたビル様、自分が正しいと信じて抵抗する人は首を跳ねうなど横暴なやり方で不思議な世界の住人を従わせていたハートの女王と、正しさが通用せずトランプ兵たちにも歯向かわれ卵を投げられたリドル領長、
以上より固執しているものがねじ曲がること、ディズニー映画の静止がねじ曲がることがオーバーブロッドのトリガーになっていることがわかります。またグレートセブンが固執しているもの、オーバーブロッドした寮長副寮長が固執しているものが共通していることも鍵になってきます。ナイトレーブンカレッジの寮はグレートセブンに倣って作られており、入学時に魂の資質に合った寮に振り分けられることから、寮長副寮長になる人物は必然的にグレートセブンに最も近い存在であると言えます。もし仮にディズニーの映画、ディズニーの静止を知っている者がいるとしたら、静止霊ヴィランズたちが野望を達成した瞬間に似たタイミングでそれを阻止したら、意図的にオーバーブロッドを引き起こせるのではないでしょうか。ディズニーの静止を知っているもの、阻止するものでパッと浮かぶのは我らが監督生ですね。ただ彼の場合はディズニーの静止を知っているというわけではなく、あくまでも静止の夢を見ているだけなので、なぜその夢を見ることができるのか、誰が見せているのかという点が重要になってきそうですね。はい、今回は以上です。あくまでも現時点で考えられる一つの可能性、一つの点として参考にしていただければと思います。このチャンネルではキングダムハーツツイステッドワンダーランドの考察をはじめ、ディズニーやスクエニのゲームを中心に実況や生放送をさせていただいています。興味のある方や今後もツイステの動画を見たいという方は高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。今回の動画を見てオーバーブロッドとディズニー映画との共通点やその他気づいた点、動画の感想などございましたらお気軽にコメント欄へお寄せください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。またねー、バイバイ。